チャンネル大関始まるよ。皆さんこんにちは、プロボーラーの大関隆之です。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。はい、今年の動画第1弾は中村陽介プロと2人で行っていきます。はい、というのもですね、明日から承認大会がありますので、2人で、まあ2人じゃないんですけど仲間内でホテルに泊まってまして、それのまあ、宿泊先で、撮影をしております。はい、新年一発目の動画は、まあ、こちらになるんですけどね、今は画面上にも出すと思いますけれども、昨年、2023年の下半期に出た、ボールの評価というかね、総評、まあ、どうだったかっていうのを、ちょっと中村プロと二人でやっていきたいなと思いますので、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、では、サクサク進めていきたいと思います。まあ、7月に出たボールが、ソリッドジャックになってるのこれ、ソリッドロック。ちゃんと画面に出すのは直しますからね。ソリッドロック。それからデュオ、サミット。というようになっていますが、はい。中村プロどれ使いました？ソリッドロックと、サミット。なるほど、うん。俺はね、デュオとサミットを使いました。ソリッドロックどうだった？ソリッドロックは、まあ、ちょっとハウスコンディション向けっていうよりかは、トーナメントとか、まあちょっとオイル量の多い時向けかなっていうのはハウスコンディションを投げて思ったね。おー、なるほどなるほど。まあちょっとね、まあ動きが、なんでだろうな、敏感じゃないっていうのかな、結構安定性のあるようなボールだと、まあトーナメント向けっていうように僕らは評価することが多いかなと思います。サミットは？サミットはね、めちゃくちゃ使ったよ。そうだよね、よく投げてるの見かけたけどね、ちょっと俺もサミット使ってたんだけど、まあ、俺サミット投げると思ったより強いなって感じがしたんだけども、やっぱ同じような感じだった？まあ強くはあるんだけど、まあそんなにね、こう跳ね返りが強いってわけでもないし、なんて言うんだろう、扱いやすさが際立ってて、でかつこれがまたね、あのピンアクションがめちゃくちゃよく感じたんで、対象なのに、だからやっぱり使いたいなって思うシーンは多かったかな。そうだよね、なんかセンターコンディションでも使ってたようなイメージがあるし、まあちょっとね、難しいようなコンディションでも使ってたようなイメージがあるから、まあ万能だったのかなっていうイメージはそうねすごくあるね。これセントリピタルから、まあ AI っていうのがついて、どう、セントリピタルってイメージ変わった？動き的なイメージはそんなにそんなに変わらないんだけど、まあ、やっぱりコアがちょっと重くなったっていうのを聞いて、多分表面の割に行き足は良くなったのかなっていうところと、あとは、やっぱりね、ピンアクションが今までのセントリピタルとは全然違うなっていうのを感じた。まあ、セントリピタルもね、だいぶ対象コアの中ではピンアクションいい部類だったと思うから、まあ、対象コアで言ったら一番飛んでるように感じるぐらいの感じなのかな。はい。まあ僕デュオも投げたけど、デュオはね、ロトグリップの対象コアで、やっぱまあコアがアイドルよりも強めっていうのがあって、かなり、安定性を感じて、まあアイドルよりも、どっちかって言ったら試合に持っていきやすいっていうのかな。そんな印象を持ってて、ただやっぱり、センターコンディションで投げるっていうよりは試合用かなっていうようなイメージで、使ってるんだけど、意外にね、このデュオっていうのも、なんか注目されにくかったというか、まあサミットがね、すごい注目されてて、その後ソリッドロックの方に、まあ、ボーラーさんの注目もいったので、意外に注目されてないですけど、まあ対象コアのパールにしては、いや、よく転がるなって印象が、あるボールになってますね。はい。じゃあ続いて8月が、クローンとバーチャルグラビティプロ X2。になってます。バーチャル投げた？どっちも投げて。あ、どっちも投げた？じゃあ、クローンからいこうか。クローンは僕も投げたんだけど、クローンはどんなイメージがあった？クローンも、まあ、ソリッドロックにちょっと似てるところはあったけど、まあ、よりね、こう、曲がり方としては緩やかで、まあ、扱いやすい部類のボールになると思うんだけど、まあ、これ、あの、箱出しが光ってるじゃない？そうだね。まあ、ソリッドロックも光ってたけども。だけど、やっぱりこうオイルへの強さっていうところは感じたよね、これはね。そうだよね、なんかやっぱあのこの ET コアの改良版っていうことで出てたんですけれども、まあ、ET コア自体もね、転がりが強くて、まあどっちかって言ったら緩やかな動きっていうか、扱いやすい動きをして、まあオイルにしっかり
転がっているような印象があったんだけど、うん、これもまあ例に漏れず、まあ、転がり感はしっかり。ただカバーがねオプティトラックスっていう新しいカバーストックになって、ちょっと走り感が出たのかなって印象で、うん、うん、コア、まあコアもね重くなったんだろうけれども、うん、まあ今までの U4 シリーズよりは走り感がちょっと出るかなっていうような印象を僕は持ったんだけどね。じゃあバーチャルはどんな感じでした？バーチャルはまあこれは本当にハウスコンディションも含めて、うん、まあねちょっと強めのパールだけど、うんうんうん、まあオールマイティに使えるかなっていうところかな。そうね、まあバーチャルは根強い人気でね、うん、うん、まあこの後ね、また後の月にも出てきますけど、アメリカでもねバーチャルが再販されたっていうことで、うん、まあ、やっぱり根強い人気があるコアではあるんですけれども、まああれだよね、バーチャルなんかは出た時は先が切れる切れるって騒がれたけど、今ね他のボールと比較するとまあ扱いやすい部類に、ね、ね、うん、なってきてるね、うん、だからまあ昔と、まあ、周りのボールのねレベルも変わってきてるので、うん、用途としてはちょっと変わってきてるのかなっていう印象で、まあ新しい気持ちで使ってもらえたり、まあ最近ボーリングを始めた方もね、使えるように使いやすいようになっているんじゃないのかなと思います。はい、では9月です。9月に出たのがハッスラーのネイビー、それからツアーダイナミクス、ハッスラーの M プラス M でアブソリュートパールという4つが出てます。洋介はアブソリュートと、あ、ツアーダイナミクス使ってたね。ツアーダイナミクス使ったね。この2個かな、うん、うん。俺はこの中だとツアーダイナミクスだけだけど、まずじゃあ使ってないところからちょっと行こうか。ハスラーネイビー、うん。うん。これ、いろんな話聞いたと思うけど、どんな感じだった？そうね、実際ね、これ見てる人って意外とまだ見てないんだけど、うん。まあ、評判としては、こう、ピッチブラックがずっと根強い人気で、うんうん、ウレタン持ってる人はもうピッチブラック持ってますよ、みたいな感じだったけど。うんうん、まあ、評価としては、ピッチブラックの緩やかさよりはちょっとさ動き強調されてるかな、ね、うん、評価だったと思うんだけど、うんうん、まあ、これはね、実はね、開けてないんだけど持ってんだよね。ああ、そうなんだ。うん。おそう。まあね、どういう動きになるのかなっていうのはちょっと他の人の見てからちょっと参考にしながらドリルしようかなと思ってるんだけど、うん、うん、まあね、ハッスルの中でウレタン出すんかっていうのはちょっと驚いたところがあったけどね。そうだよね、うん、まあハッスルのコアの方が確かコードブラックのコアよりもまあちょっと若干だけど強いはずだから、うん、ね、その分まあ動きにちょっとメリハリが出るというかね、はっきりしてくれるのかなって気もするし、あとやっぱりコアが強い分ピンアクションにもね、うん、うん、期待ができるかなと思うので、ウレタン好きの方とかはね、まあちょっと使ってみてもらえるといいんじゃないのかなと思いますね。はい、続いて、まあこれもねおなじみっちゃおなじみなんだけど、ハッスル、うん、まあ、この M プラス M っていうのは色だね、うん、おそらくこれは色なのかなとも思うんだけど、まあこの M プラス M っていう部分はいろんなアルファベットで出てます。はい、でカバーが VTC のパール、まあ、これもハッスルで多分前に使われてたよね、うん、と思うんだけど、うん、うん、まあ、基本的に、まあ、通常のハッスルのイメージで使ってもらっていいのかなと思うんだけど、どうかな。そうね、まあ、実際問題ハッスルって使ったことがないから、いまいちこうイメージとしてはねピンとこないんだけど、うん、まあ、やっぱりこう、うん、それこそアップビートとかね、うん、ああいうのを経て、うん、でもうちょっといいの使おうかなみたいなの方はこういうのがありなのかなっていうのは思うけど ね、うん、まあ、あとはやっぱりね、僕なんかがおすすめしてるのはセンターコンディションで荒れてる時だよね、うん、手前がもうなくなっちゃったメンテ前の時とかに、まあ、このハッスルとかを使うといいのかな、まあ、ちょっと手前の走りがね得られるのかなと思います。まあ定価がね、安いボールにはなっていますけれども、まあ比較的、まあアップビートの次の段階とかね、そういう方にはおすすめできるかなと思います。はい、では、ちょっと戻るけど、ツアーダイナミクス、うん、はい、投げてみてどうだった？これは万能だね、本当に。こう過度な動きはしないし、うん、うん、扱いやすさはあるし、うん、うん、でもまあ強いて言えばどっちかっていうと、うん、やっぱりトーナメントコンディション向けにはなるのかなっていうところは思うけどね。そうだよね、まあこれ
結構俺が見てるのだと回転数が多い人なんかはすごい使いやすく投げてるなってイメージがあって、うん、まあそれがやっぱりね、さっき陽介が言った余分な動きしないっていう部分で、うん、先がいきなり暴れたり手前から転がりすぎたりっていうのをしないバランスの良さが、まあ、このボールの良さなのかな、うん、だから目立たなかったりもするんだけど、うん、こういうボールが一個ねバックにあるとだいぶラインナップ作るのも楽になるかなと思うんですね、うん、さあ、アブソリュートパール、アブソリュートはこれで3作目か。アブソリュートはそう、そうだよね、リアルの後だからね、うん、で、カバーが EXO になってますが、どんな感じだった？うん、まあ EXO っていうね、この素材自体が一番強い素材だから、うん、まあ当然パールの中でもね、一番強い素材を使っててっていうところだけど、うん、うん、まあアブソリュートはね、もうなんかフィジックスと同じぐらいの感覚になってきちゃったけど、うん、うん、まあやっぱりこう、なんだろうね、こう、フィリップブロックがついてなくて一体成形コアですよっていうのも、うん、まあ、アブソリュートの中の売りだ、一つだと思うんだけど、ね、うん、やっぱりこう、しっかり動くんだけど、うん、やっぱり扱いやすいよねっていうところと、うん、うん、まあ、あとは、こう、なんていうのかな、ちょっとキャリーしちゃった時、うんうんうん、なんか朝一のこう、はっきりくっきりっていう時よりかは、ちょっとキャリーしてきちゃったかな、みたいな時には、うん、すごい使い勝手がいいかなって思う。そうだね、まあ、アブソリュートっていうとね、まあ、やっぱりドリグした後に RG の変化が大きい、うん、ね、交換性になるっていうのもあって、やっぱちょっと何て言うのね、手前でやられちゃう人なんかは結構使いやすく使ってもらってるイメージがあって、うん、ね、で交換性になる割には先も暴れずに緩く入ってきてくれるから、まあやっぱり、うん、扱いやすいボールの部類に入るのかなと思いますけどね、うん、はい、では10月、10月出たボールが DNA コイル、ジェムクリスタル、バーチャルエナジーブラックアウトの3つになってますが、ヨスケどれ使った？DNA コイル以外の2つは使った。おー、うん、俺が DNA コイルと、ジェムクリスタルを使っているので、じゃあ DNA コイルからちょっと行くけど、順番通りに行きます。うん、DNA コイル、まあ今回のカバーが EXO のパール。これね、実はね、俺使った理由が、アブソリュートパールを探してた、うん、ジャパンオープン用に、うん、だけどちょっと売ってるところが見つからなくて、うん、まあ DNA コイルだったらあるよっていうことで、まあカバーも一緒だし DNA も使ったことないし使ってみようかなって買ったんだけど、もうこれ大当たりね、うん、ジャパンオープンはやっぱりみんな使ってたし、うん、なんかね、パールの割にはしっかり手前が安定する、転がってくれるわけではないんだけど、なんか安定する、うん、まあね、これもさっきのアブソリュートとは逆で、ドリルすることで低感性になるっていう作用だと思うんだけど、まあパールにしてはもうすっごい使いやすいなっていうようなイメージで、やっぱピンアクションも強くて、うん、なんかこれこそもう本当試合用のパールだなっていうようなイメージ、うん、センターコンディションだとちょっと手前やられちゃうかもしれない場面もありますけど、うん、これなんかはトーナメントとかではまあパールのボール選ぶ中で一番手に上がってくるかなっていうボールに今なってます、うん、はい、だ続いてジェムクリスタル、これがハイパー X だね、はい、どうでした？ジェムはやっぱりね、うん、まあなんかずっと同じようなことばっかり言っちゃってるけど、やっぱり扱いやすさが際立ってて、そんなに派手さがなくて、うん、だけど P アクションめちゃくちゃ良くてみたいなね、うん、ただ今回のジェムクリスタルに関しては、うんうん、ちょっと、先の動きが出やすくなったねっていうところは感じたかな。うんうん、そうだよね。なんか、ジェムシリーズの中でもこのジェムクリスタルって特になんか、俺先結構止まって動いてくれるような動きが見えるなっていうのがあって、うん、まあだからこそって言ったらおかしいんだけど、トーナメントでもね、優勝ボールになったりとか、うん、うん、なんかそのメリハリ感、動きの見えやすさっていうのかな、がちょっと安心感につながった部分もあったのかなと思います。またね、ジェムのコアってね、そのリリースミスの影響を抑えてくれるっていう作用もあるので、うん、うん、やっぱりね、そういう一投一投緊張して投げなきゃいけない場面とかに使いやすい、でまあ動きも今までのジェムよりちょっとはっきり見えるので、まあそういう決勝の場面で好んで使われたっていう結果が、まあ、優勝ボールになったっていうことなのかなと思います、うん、まあハイパー X もこれ2個目だけどね、うん、ハイパーアテンションの次にね、なんか
うん、思ったよりも手前強いんだなっていう印象はちょっとあったかな、うん、はい、ではバーチャルエナジーブラックアウトどう？これはまあまずレックスっていうところだよね。そうだよね、使いたいなって思ったところ、うん、あとはやっぱりこれ意外とこうさ、うん、SNS で今度新しくこういうの出るよっていうのって、うん、まあ、ちょくちょくは見かけるけど、うん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 、あんまりこうなんていうのアメリカ発信のものって今まであんま見なかったんだけど、見なかったね、うん、これなんかすごい力入ってんかなっていうぐらいこれ見かける機会めちゃくちゃ多くて、うんうん、でまあレックスだし開けたいなと思って開けたんだけど、うん、これいいね。これはいいね。これいいね。一言だね。まあ、やっぱりバーチャルってさっきのね、うん、プロ X2 の時はこう扱いやすいねっていう話をしたけど、うん。うん、なんか昔投げたバーチャルってやっぱりこう先の動き結構出るよね。そうだね。イメージあったと思うんだけど、うん。割かしそっちに近かったかな、イメージとしては。うん。これ、俺すごくブラックアウト使ってないから気になってるんだけど、うん、まあ、プロ X、初代の方、うんうん、ね、R2S プロかな、うん、のカバーをつけてたのと、やっぱ全然違う感じ。まあ、X を投げてないから、比較のしようがないんだけど、うん、まあ、X って確か弱めの、そうだね、弱めのカバー。カバーだったよね。うん、だからおそらく、まあ、ブラックアウトの方が、オイルには多少なり強いんだろうけど、うん、だけど、こう、先の動き方としては、うん、うん、まあ、弱めのカバーっていうわけではないけど、うんうん、意外とその先の動きとしてはそっち寄りになるのかなっていう、扱いやすいっていう部類よりかは、うんうん、ちょっと切れ感あるよねみたいな感じだ、うん、このね、レックスっていうカバーがね、なんかそういう系統のボールが多いじゃない、うん、やっぱりそのね、まあ、日本で今主流というか、皆さんが大好きな先が切れるっていうボール、なんか欲しいときはこういうレックスとかね、選んでもらえるとカバーが強いんだけど先が動くっていうボールが結構多いんじゃないのかなと思うので、うん、まあ、今後もねレックスのカバーが出たらばちょっと注目していくといいかなと思いますね、うん、はい、では11月、ジャーニー、ソリューションブラック、アテンション X っていう3つか、うん、どれ投げた、ソリューションブラック、ソリューションブラック、うん、俺はアテンション X なんだ、うん、じゃあ投げてないジャーニーから行こうか。まあ、ジャーニーは、ベルモの、ね、うん、マークが入ってる F8 っていうコアがね、これはフェイトと一緒だったかな、そうだね、うん、と同じ、コアでカバーが TX16、まあ、フェイズ2のパールバージョンになるんだけれども、うん、見た感じどう？ジャーニーも意外と使ってる人見たことないんだよね。なんか人気でね、あっという間になくなっちゃったみたいだけど、そうよね、の割には見かける機会少ないんだけど、俺もあんまり見かけないんだけど、まあ、動画とか見る限りだとなんか思ったより先がしっかり動くというか、うん、うん、なんかね、手前はスムーズなんだけど先の動きがきつすぎはしないんだろうけど、しっかり動いてるなってイメージがあって、うん、なんかね、まあ、ちょっと意外というか、うんうん、両手投げのね、ジェイソン・ベルモンデのマークが入ってるボールとしてはもうちょっとメリハリ感じるのかなっていう印象がね、うん、あったんだけど、まあ幅使いたい人とかちょうどいいのかな、こういうボールがね。そうね、うん、まああんまね、幅使うの、両手投げで幅使うのおすすめはしたくないんだけど、どうしても幅取っちゃう人とかはこういう先がしっかり動いてくれるボールを使った方がいいのかなって気はしちゃうね。そうね。だから高回転なんだけど、うん、オイルのなかなか行くのが結構苦手みたいな人なんかは、うん、うん、横の枯れにぶつけに行くようなね。そうだね。使い方も、まあこれだったらできるのかなっていうところかな。そうだね。うん、はい、ではソリューションブラック。まあ元々ね、韓国ではソリューションというシリーズは出てましたけど、日本では今回のソリューションブラックが初めて発売されると。うん、まあ。当然今まで出てなかった理由があるわけで、うん、それを今回出したってことはよっぽど日本のコンディションに合うんだろうなって期待値は俺らの中ではね、うん、かなり高かったけど、実際どう使ってみて、まあこれ本当に初投げに等しいゲームで300点出ちゃったんだけど、うん、ねソリッドの割に、うん、しかも NRG2 ってまあ割と強い部類に入ると思うんだけど、意外と手前行くんだねっていうのは第一印象だった。うん、で、まあ NRG2 っていうところで、まあ以前にもちょっと話したことあるけど、うん、ちょっとカバーがどう使っていいのか
わからない微妙なラインなんだよね、うん、僕にしてみると、うん、で今回ちょっとねこのソリューションだけに関してはちょっとレイアウト変えてみたの、まあ、それもあるかと思うんだけど、うん、でもこれはソリッドの割にすごい気やしいなって思った。お、うん、実際このバーチャルのブラックアウトと実際にこう同じコンディションで投げ比べてっていうのをやったんだけど、うん、意外とバーチャルの方が手前から動くんだよね。お、不思議と、不思議だね、うんうん、それぐらいねこれあのソリッドなのに直進力はめちゃくちゃ感じた、うんうんうん、おー、うん、そうだね。俺なんかも見ててやっぱりね、あ、いいなって思うのがやっぱ先の動きだよね、うん、うん、しっかり先動いてるんだけど止まらないで動くじゃない、うん、そうだから、あ、これなんか動きが読みやすい切れ方、うん、なんだろうなと思って見てたのと、まあ、やっぱソリッドっていうのもあって先動くんだけど手前のルリ流されない、うんうん、っていう安心感もあるから、うん、なんかねソリッドのボールとしてはなんかちょっと異質というか、うん、今までにあまりなかったというか、まあね他のボールが大概曇ってるからね、光らしてわざわざ使わないから、うん、もしかしたら他のボールでもあるのかもしれないけど、ちょっと今までのとは、うん、違うソリッドのイメージのボールになってるかなと思うけどね、うん、これね、あのおそらくこうオイルの中々に入る人とか、うん、オイルのないところをタイトに投げる人、うん、っていうよりかはすごく中途半端な人、はいはいはい、オイルは欲しいけど、うん、だけどあんまり中入りすぎると先出ないしみたいな、うーん、今度仮にの方に行くと、うん、今度手前でやられちゃって全然使えないしみたいな、そういう感覚を持ってる人、おなんかすごくその 中間みたいな感じの人なんかは、うん、このソリッドありじゃないかなって思う。俺欲しくなるよ。いつも先が足んねえって投げてるんだから。おお、そうね。まあ本当はね、俺も投げたいんだよな。うん。うん、まあ近々買おうと思ってるけど、まだあれば。うん。まあやっぱこれかなりおすすめのボールになってますね。うん、はい。じゃあアテンション X です、ハイパーレスポンスソリッドっていうことで、初代のアテンションとね、実はスペックが一緒です。はい、ただですね、僕初代のアテンションも投げてたので、比較してみたんですけれども全く違います、うんうん、アテンション X の方が先がしっかり動く、メリハリを感じるんで、まあ、手前のスムーズさも X の方があるかな、うんうん、って感じるので、初代とはまた全然別物。初代も初めて投げた時に実はソリッドなのにこんだけ先動くんだなと思って、あ、アテンションのコアってすごいいいんだなって思ってたけど、今回の方がさらに、あ、なんか、あ、ソリッドでも、あ、全然先動く動くっていうイメージはあります、うんうん、ただね、やっぱさっきのソリューションブラックでもそうだったけど、光らしてないから、うん、その分ね、手前の感じは、うん、なんてだろう、安定してるとか先に進もうっていうタイプではないので、まあ、ちょっとねポリッシュして投げてみたいなと思う部分もあるんだけど、まあ、今回のアテンション X は、まあ、ソリューションブラックももちろんそうなんですけども、ソリッドでも先が来るボールが欲しいとか、ね、手前を安定させたいんだけど、先の動きが見えなくなっちゃうんだよなっていう人は、ソリューションブラックかアテンション X 使ってもらえると、うん、先の動くソリッドっていうのを感じてもらえるんじゃないのかなと思うので、うん、ね、そういう、うん、方なんかは、ぜひ使ってみてほしいボールになってます。はい。では、12月。フィジックスツアー、サミットパール、RSTX4 の3つが出ましたが、洋介どれ投げた？フィジックスとサミットパール。サミットパール、うん。俺は12月はね、ちょっとどれも投げてないんだけど、じゃあフィジックスツアーから。まあ、この動画の中ではフィジックスって出てないってことは半年ぶりぐらいなんだよね。そうだね、これの前がダーク。ダークだもんね、うんうん。そうだ、半年以上ぶりのフィジックスなんだけども、感じ的にどう？これはなんかトータル的なこう曲がり幅は今までのフィジックスの中で一番曲がるねっていう感じはした。そうだね、俺が見ててもなんかね、先の動きがあれ、フィジックスってあんな先動いたっけっていうイメージになるんでね、うん、うん、そうね、ピンアクションはやっぱりもうフィジックスだからね、うん、間違いないだろうし、まあだからね、最近のフィジックスでちょっと物足りなさ感じてたから手出さなかったって人いたらば、まあ、今回のは
買いだと思います、うん、はい、見てても動いてるように感じるし、投げてても動いてるように感じてるので、もう今回のフィジクスは、うん、まあ動きも出るしピンアクションも出るし、まあ比較的好まれやすいボールなのかなとも思います。はい、ではサミットパール、さあサミットの2作目だけど、うん、NRG パール、うん、どうだった？これもやっぱりこうハウスコンディション含めて、うん、すごくこうオールマイティに使えるボールだよね。お、うん、でやっぱりこのね、うん、AI ってついて、まあ、コアが改良されたことで、やっぱりもう そもそも初代のサミットでこうピンアクションめちゃくちゃ良くなったねっていうのを感じたんだけど、うん、やっぱりまあこれがパールになっても、うん、ピンアクションの良さは対象コアでも、あ、こんだけいいピンアクション出るんだっていうのは感じたな。おー、うん、そうだよね。俺気になったのはね、今回パールになって NRG に変わったことで、うん、そうだ、どうなるのかなと思ったんだけど、見てる感じだとパールなんだけど、まあ対象コアっていうのもあるのかもしれないけど、手前が結構転がってくれるよね、うんうん、うん、なんか行っちゃうって感じが全くない感じで転がって、それでも動きの幅が初代のサミットよりはっきり出るっていうか、うんうん、大きく出せるっていうので、かなりうん、いいんじゃないのかなと思うし、何より色がね好まれるんだなこういう色。そうね、まあまたサミットへ来てこのね、この色だからね。ね、うん、そう、結構まあ女性でもね使いやすい色だし、まあ動きが安定してるっていう点ではスピードがねちょっと足りないっていうような方とかでも、うん、使いやすいイメージで使ってもらえるんじゃないのかなと思います、うん、はい。RST-X4 に関してはマイクロトラックスのパールっていうことでね、で、まあ、いろんな動画を見たりとかした感じでは、なんか久しぶりって言ったらおかしいけど RST のイメージ通りっていうのかな、うん、うん、なんか暴れる感じもなく先が切れる感じもなく手前からもう淡々と仕事するようなボール、うん、本当に、ね、ピンヒットさせるのにイメージしやすいっていうような、うん、イメージのボールになってますね。まあ、これもね、色が単色だから、好まれやすいのかな、と思うんだけど、うん、まあ、RST ってね、最初出た時、ロトスターの、まあ、復刻版みたいな感じで出てきたから、うん、かなり注目されてて、その後ちょっとね、なかなか、玄人好みって言ったらおかしいんだけど、使える範囲の、まあ、ボーラーさんがね、メリハリをあまり感じないとか、なんか思ってる手前から来ちゃうっていうようなイメージで、なかなか使ってる方は見かけなくなってしまったんですけれども、はい、こういうボールやっぱり必要です。うん、うん、特にね、やっぱパールでそういう緩さがあるっていうボールって、手前はやられないけど暴れないっていうところで、まあサミットパールもそうなんだけど、よりね、緩く全体的に均一にエネルギーを使ってくれるっていうようなボールは、まあ、僕らプロボーラーからすると非常に使いやすいです。まあいろんな場面でね、選べるので、そういう点ではね、RSTX4 っていうのも、まあ、職人気質なボールなんで、地味といっては地味なシリーズになるんだけど、まあなくてはならないシリーズになってて、しかも今回はその、まあ安定感がより際立つっていうところで、まあタイミング的にはいいタイミングで出てくれたかなと思ってます。はい。まあ、っていうところがね、下半期の、振り返りなんですけれども、まあ、この後、まあ、今日はね、やらないけど、この後撮影する動画では、まあ、2023年のナンバーワンボール、自分の中でね、決めていくわけですけど、まあ、結構候補あるよね。そうね、まだ、上半期のも合わせると、うん、迷うね。迷うよね。うん、これが、下半期だけでも20個近く出てるんだね、うん。うん、18個か。はい。で、上半期入れたら、まあ40個ぐらいになりますね。ね。そう、その40個の中からベスト1を選ぶっていうのもなかなか難しいですし、まあね、使ってなくても選びたいのってあるよね。そうね。うん。なんかこれは使ってみたかったけどタイミング合わなかったんだよなっていうのもやっぱあったりするので、うん、はい。まあ僕らもすべてのボールを使ってるわけではないので、まあ実際使ってないボールはあくまで、僕らが動画とかを見たり投げてる人を見たりしたイメージではあるんですけれども、
まあ役割がはっきりしてるというか、うん、まあ下半期なら下半期だけでラインナップが組めそうな、うん、はい、感じで程よく、ばらついて発売されてるなっていう印象があります。もうすでにね、あの1月発売のボールも発表されているので、1月発売のボール何買おうかなって悩んでる方も、多いのかなと思いますけれども、まあこういうね、まだ残っていたら、下半期のボールとか、またはね、2023年の上半期のボールもだん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 セールがかかってきたりとかすると思うので、まあこの動画を見て、あ、いいなと思ったボールが手に入りそうだったらば手に入れていただくのもいいんじゃないのかなと思っております。はい、というわけで、まあ2023年下半期のボールの振り返りをしてみましたが、なんか総括することある？ちなみにこの中で、うん、1個だけ挙げるとしたらどれ？この中で下半期で、うん、アテンション X かな、うん、と思った、うん、俺めっちゃ好き、うん、うん、だからね、ソリッドなんだけど、うん、なんか動きがねしっかり出てくれる、まあ手前の安心感もある、先も間違いなく来てくれるっていう点ではアテンション X かな。うん、陽介は？俺ね、結構迷うとこだけど、うん、ツアーダイナミクスは結構わかる、うん、これこの扱いやすさは、うんうん、まあ言ってもハウスコンディションでもちょっとオイル多めとか、うん、っていう時でも、うん、このなんていうの、中と外のこのオイルの段差をそこまで激しく感じないからすごく扱いやすいっていうところもあるし、うん、今度こうトーナメントでこう差がない時、うんうん、割とこうスポーツコンディションチックな時でも、うん、そんなにこうね、投げミスによってこうバラバラにどちらかっちゃうみたいなこともなくて済むボールだから、そうだね、すごいこれは重宝するなと思った。うん、そうだね、まあやっぱりこのね、ツアーダイナミクスも地味っちゃ地味だけど、ないと困っちゃうなとかね、うん、ないとなんか持ってくればよかったなって思いやすいボールになってるね、うん、なんか初見のお店とかさ、コンディションわかんないみたいな時なんかに、うん、これ一個あると、うん、まあこうね、まあなんとかなるかなみたいな。そうだよね、うん、まあそこまでね、なんて言うんだろう、手前がガツガツ来すぎるようなイメージもないし、うん、かといって流されるイメージもないし、もうこれもやっぱバランスよく、うん、ボールの動きが出てくれるっていう点では、うん、まあベンチマークとかね、うんうん、そういうところに当てはまるのかなと思うしね。あとはなんかこれはっていうのを、まああとはやっぱりサミットのこのピンアクション、対象コアでここまでピンアクション良くなるんだっていう衝撃とともに、まあ多分サミット結構人気今回あったと思うんだけど、うん、そうだね、うん、まあやっぱこのツアーダイナミクスと似た感想になるのかなとは思うんだけど、うん、うん、まあサミットのね、この万能性と、まああとはソリューションようやく日本で出たか、でなぜこのカバーストックだったんだろうっていうところがちょっと面白かったね。うーん、なるほどね。まあね、やっぱ韓国と日本だと、まあレーンの状況とかね、まあオイルコンディションだけじゃなくてレーンの板の状況とかも違うので、おそらく好まれる、必要とされるっていうボールの種類がまあ違う部分があって、うん、うん、今このタイミングでのソリューションっていうのがね、日本で発売されたんだと思うんですけれども、まあ、あ、なるほどねっていうの動きはしてくれてるよね。で、またジャパンオープンの時にね、松屋さんとちょっと話す機会あったけど、うん、うん、うん、ソリューションブラックのこのカバーっていうところの、そのね、うん、松屋さんなりの考えを聞けたのはすごい面白かったね。ああ、ね、そうだね。うん、ね、いろいろまあ今年もね、今年もじゃない、去年もか、2023年もね、勉強したりとかして、なんでこのカバーでこのタイミングなんだろうとかね、うん、いうのもいろいろ、まあジャパンオープンの時にお話しさせてもらったりとかでいろいろ聞けたんですけれども、はい、まあ聞けば聞くほど納得できるタイミングでの発売だったりとか、うん、ね、組み合わせだったりとかしているので、はい、まあ合う合わないはね当然あると思うんですけれども、まあそれはセンターさんとのコンディションとか、まあボーラータイプとかでね、どうしても合う合わないボールは出てくると思いますので、まあやっぱり今年も2024年もプロボーラーの動画を見たりとか、はい、実際投げてる人の、ボールの動きを見ながら自分に必要なボールっていうのをね、探していってもらうっていうのは必要になっていくかなと思います。はい、まあそれがですね、まあこういうのが一つ皆さんの手助けになればいいかなと思います。
はい、ということで、今回の動画は以上で終了となります。また次回は、ベスト1とかを決めたりとか、いつもの座談会の方に戻っていく形となりますので、2024年もよろしくお願いいたします。はい、それでは皆さん、さようなら。